はい、どうもこんにちは、銀です。それでは今回もドラゴンクエストヒーローズ闇竜と世界中の城実況プレイしていきたいと思います。前回の追加ですね、新しい町に行きました。ではちょっとこちらをお楽しみください。それじゃあ改めて自己紹介からね。私はジュリエッタ、コートルダにある魔法研究所の所長さんですね。自己紹介中と。手並みは拝見させてもらったわ。あれだけの魔物をやっつけちゃうなんて、さすが神衛隊長さんね。その腕を見込んでお願いしたいんだけど、あるものを町へ運び込むのを手伝ってほしいのよ。うん、あるもの、ええ、魔法研究所が総力を挙げて開発したとっておきの船があってね、その心臓となる動力装置を王都から町の入り口まで運んできたところで、今回の騒ぎになっちゃってね、魔物が邪魔をして研究所へ運び込めないでいるの。長年研究を重ねてようやく完成したとても大切な装置だから、万が一にでも壊すわけにはいかないのよね。だから、ああ OK、 やっていきましょうか。分かったわ。うん、ありがとうございます。各地の巡業にご協力いたしますが、船以外にも私の発明品が役に立つかもしれませんので。おお、4人で戦うことになりましたね。お、仲間になった。この音楽は初めて聞いたな。ドラゴンクエストならではの音楽なのかな。キャラクターチェンジ、バトル中に合わせて操作キャラクターを変更できるようになりました。 L2 か、 R2 じゃなくて。メアは氷を使ったテンポの良い攻撃を得意とします。メアの敵、ダイヤモンドダストは激しい攻撃しなくて広範囲に溶けまくります。敵が集まっているところで使うと良いでしょう。ディルク、力と俊敏さ両方を備えたパワフルな攻撃が持ち味です。さまざまな技を組み合わせて豪快に戦いましょう。氷結乱撃は氷をまとわせたコンかな、で怒涛の連撃を放ちます。追い打ちをかけるときに使うと良いでしょう。データはブーメランで遠くの敵を攻撃できます。ブーメランをキャッチした瞬間に四角か三角を押すと特別の技も繰り出せます。あ、バギーを使うんだ。 OKOK、 いろんなの使っていきたいな。ここに戻ってきたぞ。神のご加護があらんことを。じゃあまあ早速行きますか。はい、行きましょう。 L2 ね。まあ使いやされたらどいつなの。遠距離いいなって思ったりはするんだけど、まあ楽しさがやっぱね、連撃っていうのはそうした方がいいからね。まあとりあえず一通り使ってみますか。さてお守りしますよ。よし、絶対に守り抜いて見せるわ。所長、町の中にまた妙なものが現れました。魔物の扉、あの万人みたいな魔物がどこかに隠れていたようね。そのようじゃな。すぐに魔物たちが湧いてこよう。今激戦に備えるのだ。オッケー、行くぜ。まず交代。こいつだ。近づいた仲間は世界中の彼一回しかないけど、近づいて、バツバツだ。ダイヤモンドダストどうやって使う、教えろ。おっと、これされた。クオリとトリアの番組を倒す。
足りないで。よし、とりあえず行っちゃう。次、今回いいだろう。さあ、ディルク様で行きましょう。あ、ごちそうさまです。回収して、いた、えい。うお、JK、一発いい。あ、回収できました。来たぞ、万人が。社長、町の中にまた妙なものが現れました。親衛隊長さん。あ、そうだわ、あなたに渡したいものがあるのよ。まだ試作品なんだけど、これを身につけて魔物をやっつけると、魔物の心がコインの形になって飛び出してくるようになるよ。モンスターコインを持っていれば、好きな時に魔物を呼び出して一緒に戦ってもらうことができるのよ。あ、危ない。お、これがモンスターコイン。じゃあ実践あるのにね。方向キーの上を押して魔物を呼び出してみて。ああ、モンスターコインを使えば押し寄せてくる魔物を食い止めることもできます。では動力装置の見つけ目に魔物があります。ここまでは北方向から魔物に襲われてしまいます。もし西の魔物で現れるのと言われてくれていると、もう一度の魔物の扉から現れた魔物たちに動力装置が襲われてしまいます。その時はモンスターコインで仲間モンスターを呼び出し、一方のルートを守ってもらいましょう。モンスターコインで呼び出したモンスターは HP がなくなるまで呼び出した場所で仲間に敵のモンスターを抱えつけています。安全って動力装置、安全って。さあ、OK。 魔物の心をつかめる動力これでいいんだね。なんと素晴らしき発明じゃ。お褒めに預かり光栄ですわ。これで少しは戦いが楽しみましょう。一発一発思いが、今は難しいことは考えずにどんどん使ってみて。さあ次、早くコツをつかむためにはね。こっちよ。モンスターコインについての詳しい説明はメニューの中にあるわ。確認しておいてちょうだいね。さあ行くぜ。さあもう一杯。やっぱね、主人公が一番使えるんですよ。炸裂火炎山。あ、やばい、ちょっと戦いでね、これとちょっと攻撃されてるんだ。急いで向こうに戻るぞ、やばいぞ。めっちゃ攻撃されてるね。あ、スライム、なんとスライムの声になってる。最後の方、すべてのモンスターをやっつけろ。なんとスライムベースのモンスターくんにゲットした。モンスター声に加工レベル。あ、スライムです。大丈夫。あ、スライムベースのモンスター。あ、ゴーレムの声に手に入れたいな。回収。こちらの声に攻撃するよな。おい、よし、やばい。いや、頼む。さあ頼むぞ。ゴーレムを倒すで。いってくれ。ラッテンはどこだ。よし、
ゃ。作戦通りだ。食らんないと。テンションゲージを満タンの時に丸ボタンを押すと一定時間ハイテンション状態になります。行くぞ行くぞ。ハイテンション状態の間は無敵になりダメージは一切受けなくなります。その他に様々な効果が得られます。攻撃力や上昇、全ての悪い状態では無効化されます。MP を消費しないで時が呪文を使用できるようになります。ジャンプ中にバツを押すと二段ジャンプ、R2を押すと空中に昔が始まります。さらにまるで出動を果たしますと、スタッフが配点するときは終了します。なるほど。ということで終われ。いくぜ。ギガブレイク。ロスキッチー頑張ってくれたよ。よし、俺の作戦に隙はない。すごい、魔物が仲間になってくれたわ。これで前みたいに仲良くできるのね。全力、これは一時的なものに魔物をちゃんと元にするのに世界で何が起こっているのか突き止めなくちゃ。あら、キャンプに一回帰還と。ありがとうございます。はいはい。トイレのことを下までよ。レーニア4番 Y。ジュレッタのモンスターコインがあったからこそよ。それにしても魔物たちはなぜあの装置を狙っていたんだろうな。もしかしたら魔物たちは動力装置に蓄えられたエネルギーに群がってきたのかもしれないわ。とにかくあれを研究所へ運び込めば私のとっておきの発明品世界を巡る船が完成する。必ずあなたたちの助けになるはずだわ。そんなに群がったの。おおおお、スキルポイントみんなあるな。さーてと、じゃあスキルポイント割り切ろうかな。作戦スキル振り分けアクトで5か。電撃切り強化しようっと。デイン、いいな。これ、覚えろ。デインのライデイン10か、あー1足りん。じゃあライデイン1覚えろ。デイルークは空中に靴を守るのに突き寄せ、吹き飛ばす読み送り、かっこいいな。それにしよう。あとデルクさんですね。味方のデザインがアップしちゃうんですね。気合いの補足を覚える。あ、これやっておこう。はい、こんなんかな。あと5か。あと5か。あとはいいかな。で、ジュリエットがめっちゃあるから、バーギーをバーギーマンにしよう。で、最後はバギークロスだったかな。まだいいかな。光り輝く5位のアイテムを飛ばして、敵を狙う。うん、これ4だって、ちょっと置いて。炎の鳥を飛ばす。あ、これもいいな。で、なんかゲットしたのスタで20いる。まあスキル割り振りはこんなもんかな。で、武器屋でちょっと武器を見てみよう。おお、よく来たな。うん、増えてるな。あの2000。
銀のレビア買うかな。で、メアさん装備。基本的にはアクとかメアを使う感じかな。とりあえずまた来てくれよな。じゃあ早速また次行きますか。はい、行きましょう。長いな。で、一気に、あ、これぐらい来たらグーっていく。そうそう、そうそう、グーっていくか。モンスターがいっぱい。あ、またか。ジレクタ所長、動力装置の運搬に異常が見られたため、装置の確認をしていたんですが、その間魔物の群れが再び寄せてきてしまいました。申し訳ありません。ああ。持ったコインを使うか。油断せずに行きましょう。行きたい。まずは、あ、なんでなんでなんで。あ、一時的なものか。そういうことか。そういうことか。いや、能的だな。行け。で、俺はこっちに行く。いっぱいいるな。クラスマンを倒してモンスターコインが手に入るか。手に入らないです。あれもモンスターコイン失敗。ダメ。モンスターコインが手に入った。モンスターコインが手に入った。あるじゃん、あるじゃん。ナイズ氏のモンスターコインゲット。骸骨じゃあ、ここを回収します。お願いします。じゃあ反対側行くか。反対側も、じゃあこっち側持ってくれてもらう。違うな。よっしゃー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 。あ、死んだのか。そういうことか。よっしゃ、来て。しかもリンゴだ。確かに敵に回すと厄介な相手だ。こいつの攻撃には毒があるからな。部活に攻撃を食らないよう気をつけろよ。取れなかったか。取れない、取れないよ。行ってこい、行ってこい。取れない、なぜ。食べてるラインが少し、とりあえずこっちの、あ、この片側やな。あ、来てないんだけど。分かったわ。君なら取れるか。取れないじゃないか。いいだろう。ディレクさんは取れない。もうダメだ。じゃあ向こう行こう。やばいな、ドレクソイチか。ナイズストか。あー、アシストタイプ。なるほどね。あ、たまに取れない。バグか。
だ。これで一つもやばい。よし、よし終わり。トラックでやっちゃう。いや、ゲットしない。もうまだ来るの？さすがにちょっと疲れてきちゃった。魔物の数が多い。さすがにきついな。弱気になってはいかんぞ。おれ、もうひと踏ん張りじゃ。行ってこい。オッケー。やばいぞ。ゴールに下がねえか。行くぞ。行くぞ。よし、ゴールゴール。まだ一体だ。作戦通りだ。伸びた。行くぞ。ブレイク。よし、片付いてな。よし、何されてんの。戻ってくれ。行ってこい。バブルスライムゲット。まかせるぞ。ゴールレベル。あ、嘘。負けちゃった。動力装置守れなかった。もう一回引くか。はい、最初からやり直し。マジか、むずいな結構。 OK、 決め手をスキップで行くぜ。よし、さあ通りに。ロード装置の紹介にこいつを持っていくか。よし、終わり。ここで召喚。召喚。任せるぞ。行ってこい。頼むぞ。召喚。行くか。こっち側。任せ。どこだ。行かんぞ。残念。よく待ってたな。よし。ここがやばい。どうすれば。あ、またコイン。コイン、あるじゃん。コインだけ回収。あ、そういうことね。アップだと取れないんだ。あれ。コイン。よし。もう一つ、行け。そのままで番だ。行くがよい。頼むぞ。どうかだ、まあ、タイムタイム。まあ、タイムタイム。
サイモン。私こいつだけは苦手なのよね。確かに敵に回すと厄介な相手だ。こいつの攻撃には毒があるからな。迂闊に攻撃を食らないよう気をつけろよ。レベルアップ、誰が攻撃数値はまだノーダメか。いい感じだよな。ちょっと追いつかいだ。この方も有限使わないとね。もうまだ来るの。さすがにちょっと疲れてきちゃった。この子めっちゃ落ちてるやん。魔物の数が多い。さすがにきついな。弱気になってはいかんぞ。ほれ、もうひと踏ん張りじゃ。よし、あ、来た。最後の怒涛。これが最後。行くぞ。オッケー、行くぜ。負けちゃったな。よし、完璧だな。よし、よくやった。なんとか文字を押し返したようじゃ。さあ、キャンプに戻るかな。勝利クリアですね。ようこそ。セーブしてお祈り。さあ神に祈りよ。じゃあ1番の方に、はい、上書きセーブで、はい、ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。いや、なかなか難しいですね。でも全然楽しいんで、まあ、これからどんどんやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。